本当に武則天って美しいわ。突然どうしたんだ。ドラマで武則天見てたんだけど、ほんと武則天が美しすぎて惚れ惚れしちゃったのよ。まあ、実際に武則天は絶世の美女だったと言われているしな。だが、武則天は中国三大悪女の一人に数えられることもある曰く付きの人物でもある。いきなり何を言ってるのマリサ、怖すぎるわよ。ということで今回は恐怖の拷問で反対勢力を粛清した、武則天を解説するぜ。その紹介の仕方はあまりにもひどくない？評価が二極化する人物だから、みんなも本当に彼女が悪女だったのか考えてみてほしいぜ。ゆっくりしていってね。武則天は、中国史上唯一の女性の皇帝で、唐の高宗の皇后となり、後に唐に代わり武宗朝を建国している。中国三大悪女とされる女性の一人で、則天武皇という名前の方が馴染みがあるかもしれないな。長い中国の歴史に残る三人の悪女か、すごく恐ろしそうね。武則天以外は、前漢王朝初代高祖雄峰の妻、与知と、新王朝第九代文宗漢方帝の妻、聖太后だぜ。与知、聖太后と決定的に違うのは、武則天は皇帝となって王朝を作っていることだ。与知は雄峰の死後、第二代慶帝、第三代昭帝、第四代昭帝の母、祖母として実権を握った。聖太后も漢方帝の死後、第十代牧僧、第十一代徳僧を傀儡として実権を握ったんだ。与知と聖太后は皇帝ではなかったのね。武則天が生まれて間もない頃、炎天皇という名道士が来て彼女の僧を占ったんだ。人相を見た炎天皇が、この子供は必ず野天に昇るであろうと言ったんだぜ。それを聞いた武則天の父は将来の皇后となることを期待して武則天に高度な教育を与えた。別名を美と命名したのは、乳児の武則天がめちゃくちゃ美しかっただけでなく、予言を信じたこともあるそうだ。少女期の武則天は漆黒の髪、特徴的な切れ長で大きな目、雪のような肌、桃色の唇、バラ色の頬、大きな胸、見る者を魅了する美少、そして聡明な頭脳を備えていたらしいぜ。そんなパーフェクトなことある？三大悪女の三人とも、残忍な行為で政敵を粛清したので悪女と呼ばれてはいるものの、実は三人ともその政治的手腕は評価されている部分はあるんだ。特に武則天は続く第九代元宗の開元の地の基礎を作ったとも評価されているぜ。残虐なエピソードが先行していることが多いのね。それに加えて中国で影響が大きい儒教的な考え方では、女性の賛成自体が悪だったんだぜ。儒教的価値を否定した中国共産党は武則天を肯定してるのよね。特に毛沢東の妻、江青が、毛沢東の死後に後継者になる野望を持ってたので武則天を称賛する運動を起こしたな。江青も加えて中国四大悪女とも言うわね。では、武則天の生涯を紹介していくぜ。李秀と徳、武士役と養子、楊達の娘の間に次女として生まれ、意味名は章だぜ。李秀は今の四川省あたり、都督は軍政を統括する役職のことだな。母の父である楊達は隋の皇族だぜ。武則天は名家のお嬢さんだったってことかな。武士は、東大初期の政治を担った官僚貴族集団の中では本流じゃなかったけど、代々財産家だったので、幼い頃の武則天は父から高度な教育を受けさせてもらえたんだが、12歳の時に父が死去すると、武則天は異母系といとこに虐げられる生活になっちゃったんだぜ。綺麗な女の子だったみたいだから、性的虐待じゃなきゃいいけど。637年、唐二代皇帝、太宗の後宮に入って祭神となった。14歳の時だ。祭神って何？唐代の制度では、後宮の職官は、内官、旧官、内侍将の3部門で構成されていたんだ。内官とは秘書のことで、正一品の4夫人、妃、淑妃、徳妃、健妃、正二品の9妃、正妃、正妖、正縁、周妃、周妖、周縁、従妃、従妖、従縁、正三品から正五品の27正夫、正妖、美人、祭人、正六品から正八品の81余妻、法輪、御女、祭女があったんだぜ。正六品以下が旧官で、宮中内の職務に携わる女官たちのことだ。内侍将は宦官だ。武則天は正五品の祭人からのスタートだった。さらっと流しとくけど、そんなに高いくらいではないみたいね。少し武則天が後宮に入った時代背景を解説しておくぜ。武則天の夫である太宗は、唐王朝の第二代皇帝で意味名は聖民だ。唐王朝初代高祖李淵の次男で、李淵と共に唐の創建者とされている。隋王朝末に李淵と対元、三聖将対元氏で挙兵し、長安を都と定めて唐王朝を建国したんだぜ。太宗は各地の軍友を平定し、626年にクーデターで皇太子の兄、李建成を打ち倒して皇帝に即位した。
お兄さんを倒して二代皇帝になったのね。大宗は政治力に優れ、広い人材登用で官制を整えるなど諸制度を整えて東王朝の基盤を確立したんだ。また、騎兵戦術が特に得意で、東突厥を撃破して西北の遊牧民の首長から天下元の称号を贈られたほどだぜ。異民族からも王と呼ばれてたのね。軍事にも力を入れて軍部の徳を備え、中国史上有数の名君の一人と言われている。その時代は上岸の地と中国が最も安定した時代の一つだ。奈良後宮も華やかになってきてたんでしょうね。武則天が後宮入りしたのは、大宗39歳の時だから親子以上の年の差だな。その後12年、51歳で大宗は崩御しているから、武則天は大宗の晩年に仕えたと言っていいだろう。名君だった大宗も晩年は後継者問題で悩んでいた。最初の皇太子は長男の李承乾、皇后の長男だったが、大宗は四男の李泰、皇后の次男を偏愛していたぜ。このことで皇太子が悪用や同性愛に走り、最後は謀反を起こして廃されたんだ。李泰も李承乾に対抗して強い派閥を作っていたので皇太子に適さないとされたんだぜ。武則天の台頭の下地はこんなところにあったのかもしれないわね。後宮に入った時から、武則天は一般的な宮女と違っていたようで、大宗も気にしてはいたようだ。武則天に楽団の指揮や、紙や硯の管理など、いろいろな仕事をやらせていたようだ。秘書の中には何もできないお嬢様もいたが、武則天は何でもこなしてその才覚を見せつけた。男にこびるようなタイプでもなかったエピソードが残っているぜ。男勝りのエピソードかな。大宗が臣下たちのいる前で武則天にこう聞いたぜ。気性が荒くて、押すことのできない暴れ馬がいるんだが、どうしたものだろう？武則天の気が強いことを知ってて面白がってたんだろうな。それに対して武則天は微笑んで答えた。簡単なこと、鉄の鞭に土、そしてナイフの三つの道具さえあれば肩がつきます。まず鉄の鞭で叩きのめし、まだ逆らうようなら鉄の土を首筋に打ち込む。それでも拉致が開かないようなら、ナイフで喉をかき切ってやればよいのです。笑顔で言うようなことじゃないような。さすがの大宗もドン引きしたようだぜ。大宗は武則天の才能は愛せても体は愛せなかったみたいだ。武則天は実務担当で、渡航共にするのは別の師匠だったそうだ。子供ができないじゃない。それどころか、党三代にして、上昇、理に代わり部が栄えるという有言が流行ったので、武則天の聡明さが東京に才華をもたらすという意味だと思った大宗は気味悪がって、武則天を遠ざけた。中国史にありがちな暗示ね。ここからは武則天の野望を解説していくぜ。才覚が優れていても、秘書としてのキャリアは子供ができないと終わってしまう。ところが、大宗の九男、皇后の三男、高宗、李治が武則天に一目惚れしてしまったんだぜ。高宗は大宗と違って柔弱な人物だったので、強い武則天に惹かれたみたいだ。お父さんの秘書に惚れるのはまずいでしょ。高宗と武則天は大宗の目を盗んで会うようになっていった。大宗が老衰で倒れると、高宗は見舞いと称してやってきて、武則天とトイレでなさってたらしいぜ。多目的トイレだったのかな？大宗の崩御で、当然武則天も出家することとなったが、額に焼き印をつける正式な仏儀になることを避けられた。どうして武則天だけ？高宗が裏から手を回したんじゃないか。出家せずに、女性の同志、近藤となり、東京寺院、道館で修行することになったぜ。大宗の後を継いだのは、おとなしく高校であることが取り柄だった高宗だ。武則天となさってた人物ね。高宗の宮中では、王皇后と、高宗が寵愛していた小淑妃が対立し、王皇后は面白く思ってなかったんだ。そこで王皇后は高宗の寵愛を小淑妃からそらすために、高宗に武則天の入宮を勧めたんだ。武則天が将棋として入宮すると、高宗の寵愛は王皇后の狙い通り小淑妃からそれた。将棋は九品の一つで正二品だから、少しくらいは上になった感じかな。高宗の寵愛は武則天に集中して、王皇后自身も高宗から疎まれるようになったんだぜ。655年、高宗は武則天を新たに設けた陣費、皇后に次ぐくらいにするというが、最小の官縁と来妻が反対した。李義府などの側近が皇后配立と武則天を擁立したい高宗の気持ちを察して動いたぜ。それにより、余計宗、蔡義元、遠光由らの大臣が高宗に武則天立候の上奏文を送ったぜ。高宗は、王皇后を配して武則天を皇后にすることを重心に聞いてみたんだ。主要人物は4名いた。大宗の皇后長孫氏の兄で高宗の叔父にあたる長孫無忌。大宗に信任されて常に直言をしていた貯水量。高祖、初代皇帝と同じ北州八中国出身の牛姉。大宗の下で突厥討伐などに戦功を挙げた李石。名前覚えるのが大変になってきたわ。長孫無忌と貯水量は反対し、牛姉は中立、李石のみが消極的に賛成したぜ。2対1か。
武則天はちゃっかり高僧の娘を産んでたが、娘は恐ろしい事件に使われる。恐ろしい事件？王皇后は武則天に用があって部屋を訪ねたが、あいにく武則天は留守で赤ちゃんが一人で寝ていた。子供好きの王皇后はちょっと赤ちゃんをあやして部屋を出て行ったぜ。王皇后が去った後に、武則天は部屋に戻ってきて我が子をくびり殺し、王皇后の仕業だと皇帝に懺言したんだぜ。これで高僧の王皇后への愛情はなくなった。高僧は、王皇后と召集費の2名を庶民に落として罪人として投獄したこと。また2名の親族は官位剥奪の上霊南への流罪に処すことを宣告したんだぜ。武則天の思い通りね。それだけでなく、高僧は武則天を立候して、それを還元した貯水量を短州都督へ左遷した。659年、余計僧が李鳳節らの残言で町村向きも官爵を奪われて研修、貴州省に流された。余計僧や李義父がさらに謀反を訴えたため、町村向きは廃所で首を吊って自殺した。牛姉も町村向きが自殺に追い込まれた後、連座して免職された。皇后来た、賛成しなかった人物は流刑、実、左遷か。武則天は監禁されていた王皇后と召集費を根性で百叩きに処した上、斬首したんだぜ。多分そう来ると思ったわ。武則天は王皇后と召集費の手足を切って酒壺につけ、二人は苦しみながら死んだという話もあるが、召集費が、猫に生まれ変わって、ネズミに生まれ変わった武則天を神子してやると言ったので、武則天は宮廷から猫を排除したらしいぜ。意外と可愛いところもあるのね。これは予知の人豚事件をパクったエピソードのような気がするな。武則天は高僧に代わり、水蓮政治を行ったんだ。水蓮政治って？水蓮政治、水蓮調整は、皇帝が幼い場合、皇后、皇太后のような女性が代わって摂政政治を行うことだ。それにオフィシャルには皇后は協議には参加できなかったから、玉座の後ろから高僧に指示したんだな。高僧は幼くはないし、それじゃまるで傀儡じゃない。武則天のパワーがすごかったし、高僧は風言や風湿という頭痛とめまいの混じる病気にかかっていた。武則天は有力貴族の積極的支持がないので、権力を支える新しい人材を貴族以外から積極的に登用したぜ。登用した、敵人血、要数、総計、超越などは、低い身分の出身だから貴族成果では出世できなかった。要数と総計は後に幻想の下で調整を行い、改元の地に貢献した人物だ。科挙の制度を確立していったのは武則天の功績だな。科挙って科挙は官僚の登用試験制度のことだ。隋王朝で導入され成長末期に廃止されるまで1300年以上続いた。武則天以前は科挙出身の高級官僚は少なかったが、優秀な管理の選抜、皇帝の権力の強化に活用したんだ。軍事的な活躍もあったんだぜ。660年、新羅の西岸を入れ百済討伐の軍を起こし、百済を滅ぼした。663年、白村江の戦いで百済復興を目指す日本、百済移民の連合軍と東、新羅連合軍との間の戦争に勝利。日本が参加しているのね。ちなみに、日本は各地を転戦する軍を集結させると、亡命を希望する百済貴族を連れ帰っているんだぜ。668年、大宗時代644年から3度目の高句麗出兵で高句麗を滅ぼした。契丹が大規模な反乱を起こして河北へ侵攻し、遼東、遼東半島、遼西、遼寧省西部の情勢は不安定だった。契丹って？契丹は、4世紀から現在のモンゴル、中国東北部、極東ロシアにいた北東アジアの遊牧民だ。武則天の人事は戦争を招くようなものも見られた。娘の太平公主や、摂会議、懲役士、長小宗兄弟といった長身、武三氏、武将氏ら親族の武士一族を徴用した。686年、武則天は前代未聞の密告奨励制度を実施して、官僚をターゲットとする密告を全国に呼びかけたぜ。国吏と称されるならず者出身の悪党たちを使って、密告された者たちへの尋問、裁判を行った。残忍無類の拷問と芋づる式の連累追及が横行して多くの人々とその家族の命を奪い、全国の官僚集団を恐怖のどん底に落とし入れたんだぜ。なかなかえぐいやつだから、少し詳しく解説するぜ。お手柔らかにお願いしたいわ。武則天は政治に民衆の声を反映させるという大義名分で国密の門という密告制度を定め、首都、洛陽の4カ所に同姓の投書箱を設置し、民間人でも官吏でも無記名で投書することができたんだぜ。首都は長安じゃなかったの？徳川吉宗の目安箱みたいで民衆の声を聞くのはいいんじゃないの？反対派を追放した後、武則天は根拠地を洛陽に移しているんだ。情報提供者は首都までの旅費、宿泊費、食費が朝廷から支給され、身分に関わらず武則天が話を聞いたぜ。この制度は政敵の根絶が目的だったから、密告がでっち上げだと分かっても、訴えた者に罰則はなかった。むしろ、政敵への残訴は大歓迎の制度で訴えが殺したぜ。
武則天は死刑囚だった雷春申を被告人を取り調べる死刑に、雷春申は能力を発揮し昇進してったんだ。彼は自白を強要させる拷問方法を生み出す天才だった。ろくでもない才能だわね。参考までにいくつか紹介しておくぜ。鼻から巣を流し込み呼吸困難にさせる。耳に泥を詰めたりいぶしたりして聞こえなくする。頭髪釣りを行い、頭全体を覆うくさび付きの枷をかぶせ次第にくさびを締め付ける。水牢に、お仏牢。いやもうそのくらいでいいわ。雷春申が活動を始めてから処刑されるものの数は飛躍的に増加していったぜ。他にも削減令が有名な国史だ。拷問を駆使して数千人の囚人に自白を強要したらしい。削減令のやり方がひどすぎて怒りが集中すると、武則天は彼を用済みとして逮捕、殺害した。囚行という国史は、謀反を密告され、雷春申の取り調べにあっさり自供し、流刑途中で暗殺された。雷春申も最終的には、同僚と性的に密告されて、黒歴史隠蔽のため処刑された。雷春申が処刑されると、群衆は彼の死体に飛びかかりバラバラにされたので、人間の形は残らなかったぜ。武則天のやりたい放題ね。抗争は何もできないの？抗争は、宰相を招いて武則天の廃校を計画するが、武則天は皇帝の権力奪還を許さなかった。683年、高宗が崩御すると4代中宗が即位するが、皇后石が血縁者を要職に登用したことを理由に廃位。武則天は、中宗の弟の5代英宗を新皇帝に擁立したがもちろん武則天の傀儡だ。武則天の専横に対して、皇族は次々と挙兵に動いたが、いずれも打ち破られた上に一族皆を死になった。民衆蜂起までには繋がらなかったので、反乱軍に同調する者は少なくて大勢力には発展しなかったんだ。反乱軍の激文を詩人の楽品王が書いたが、その名文に感嘆した武則天が、このような文才のある者が官職につけられずに流落しているのは宰相の責任だと言ったらしいぜ。反乱軍は目じゃなかったみたいね。党の喪失の挙兵を破った後、武則天は女帝出現を暗示する予言書を全土に広めていった。予言書って大宝塔無双大運教に、国王の仏教保護徳この仏典には、上皇天女が王位を継ぐと書かれている。明堂を宮城内に建造させて権威の強化をして、帝位三奪の準備を着々と進めた。明堂も仏教系？明堂は周大二世天子が政治を行ったという建物の名前だ。690年、武則天は皇帝となって国号を衆とした。自らを精神皇帝と名乗ったぜ。英宗は皇太子に格下げされ、理性に変えて武姓を与えられた。古代の州や北州などと区別するために、歴史上この王朝は武州と呼ばれる。帝室を老子の末裔と少子同居を優先していた唐王朝と違い、武則天は仏教を重んじていたぜ。諸寺の造営、寄進を盛んに行い、武則天自身を弥勒菩薩の生まれ変わりと言ってたようだ。大宝塔無双大運教を治める大運教寺を全国の各州に作らせたらしい。女帝出現のやつね。武則天の治世において最も重要な役割を果たしたのが、敵陣穴だ。武則天は敵陣穴を最小として用い、官源を聞き入れ、国内外において発生する難題をうまく処理したぜ。治世後半期には様数、総計などの実力を見抜いてこれを要職に抜擢した。この二名は六代元宗の時代に戒厳の地を支えた名臣と言われる人物だ。敵陣穴たちの推挙により数多の有能な管理を登用して、政権の基盤は盤石なものとなっていったぜ。民衆に害は及ばなかったのよね。武則天が病床に着くと、宮廷内では党復活の機運が高まってきた。武則天は老いに帝位を譲りたかったが、こう差し置いて老いに譲るのは礼に反すると敵陣穴が反対したんだ。武則天は本当に敵陣穴の還元はよく聞くのね。705年、宰相の長官氏は中宗を皇太子とした。同時に、武則天の寵愛を受け横暴を極めた懲役し、長宗宗兄弟を切った。武則天には則天大成皇帝の尊称を奉ることを約束して位を退かせたんだ。中宗は復位し、国号も唐に戻ったんだぜ。パターンでは武則天三族皆子氏じゃないの？武氏一族は李氏喪失を筆頭とする東朝貴族と密接な姻戚関係を作っており、武則天自身も対抗だったので、東朝が再興しても太平公主や武三氏などは粛清されなかった。705年、武則天は逝去し、706年高宗と合葬されたんだ。死んでからはまた一緒になれたのね。武則天のエピソードをいくつか紹介しておくぜ。小骨ボタンと呼ばれ、武則天の高慢さのエピソードだ。ある雪の日に宮殿の庭は一面の雪景色で、紅梅だけが鮮やかな花を咲かせていたんだ。それを見た武則天は全ての花が梅を見習わなければいけないとつぶやいたぜ。花は武則天の意向を恐れて朝までに花を咲かせたが、ボタンだけは咲かなかったらしいぜ。武則天は大いに怒り、部下にボタンを焼き払って落葉の寂しい山にでも捨ててこいと命令したんだ。
ボタンは落葉の山に移されたが春になると見事に芽吹き、見事な赤の大輪を咲かせたという話だ。泣かせてみようホトトギスみたいな話ね。何でも自分流に変えようとしたエピソードがあるぜ。武則天は言霊を強く信仰し、権力を握った際に党の様々な制度の名前を自分好みに変えていった。また、元号を変えるのが好きで、彼女の治世下では10度以上の元号変更が行われたぜ。則天文字と呼ばれる自分だけの文字も作ったが、現在では則天文字はほとんど伝わっていない。日本人にも唯一わかる則天文字として水戸光圀の国の字があるぜ。独自色が強かったのかな。武則天の評価は極端に分かれるな。716年、武則天の子、第5代第8代永宗が崩御すると、第9代元宗は武則天の死亡から皇帝を外した。武則天の政策の否定や武則天や武士に粛清された人々の名誉回復に動き始めた。死後すぐに修正も始まったのね。密告による粛清と拷問は非難されても仕方がないが武則天くらいの粛清や圧政なら他の皇帝でもやっている。武則天が権力を握っている間は農民反乱は一度も起きておらず、民衆の生活は安定していたと言われている。人材登用能力は後の歴史家も認めざるを得ないほどに優れていたことは確かだったぜ。武則天に続く元宗も、後半は楊貴妃との友党に溺れ国を傾けたが、その治世は戒厳の治と呼ばれ優れた皇帝の一人とされているんだぜ。余地の治世も、民衆は豊かになったと言ってたわね。武則天の評価は女性であるという一点においてかなり歪められているのは確実だ。面取り歌えば家滅ぶというぐらい、農業民族の中国では昔から男尊女卑の風潮が強い。だから、権力を握った女性に対しては厳しい評価が多いので、武則天の再評価の流れもあるぜ。不明と言うべからずと評した南宋の高慢や女中英氏と評した秦の強欲など、武則天皇帝論もある。文化大革命で儒教的考え方を真っ向から非難した中国共産党も、どちらかというと武則天容認だ。武則天を主人公とした連続テレビドラマも制作されてるもんね。今回は中国三大悪女の一人武則天を解説したぜ。善行も多かったみたいだけど、どうしても悪行に目がいっちゃうわね。古代日本にも女帝は存在したが、天皇と皇帝では見られ方が違うのかもな。中国史にはたくさんの魅力的なキャラクターが存在してるわ。解説してほしいキャラクターがいればコメント欄にお願いしたいぜ。ご視聴ありがとうございました。